はい、どうも、うずです。今回紹介したいアイテム、ダイムさんの方からまた送っていただいたんですが、こちら、ネイチャーリモ。リモって読むんだね。面白いガジェットで、要は家の中にある赤外線で操作する機器、まあ、エアコンとかテレビとか、そういったものを一括コントロールできる、まあ、アダプターみたいなものと思っていただけるといいかもしれないですね。で、何ができるかというと、パッケージにちょっと書いてあるんですけれども、そのままちょっと簡単にできることを説明しちゃいます。先ほどある程度ちょっと設定してみたんですが、要は家の中にある家電を登録すると、家中の家電をどこからでもスマートフォンで操作ができる。で、これも面白いんですけど、家に近づいたら自動で家電をオンオフというのもできる。これちょっとトリガーって機能なんですが、なかなか面白い機能だと思います。で、複数の家電をまとめて操作。もうスマホのこのアプリで登録した家電は全て電源入れたり音量変えたり温度変えたりできてしまいますので、まあ、使いこなせればすごく使いやすいツールになります。で、今我が家には、1個スマートスピーカーを置いてあるんですが、それを連動させてコントロールすることもできるということですので、まあ、よくね、こう対応の製品じゃなければスマートハウスにはならないっていう、そういうイメージがずっとあったんですが、このネイチャーリモがあれば万能ではないんですが、ある程度スマートハウス化ができるっていうものになってます。まあ、パッケージに書いてある内容で、エリアや日時、様々なセンサーを使ったルールで家電を自動化することができます。まあ、アイコンで出てるものがエリア、日時、温度、湿度、明るさ、人感センサーで、イメージとしてはスマートデバイス、スマートスピーカーやスマートフォンをネットワーク、インターネットを経由しネイチャーリモにその指示が行って、ネイチャーリモから赤外線だよね、赤外線でその家電に信号を送るという形になります。だからもうあらかじめ分かってる方は分かってると思うんですけど、赤外線の電波ってそんなに遠くまで飛びませんので、先ほど私家の中で角の方に、1階の角の方にネイチャーリモを置いて、離れたテレビのコントロールできるかなと思ったんですが、信号が届かず離れたところは無理でした。だから置く位置をよく考えなきゃいけないというところ、もしくはネイチャーリモを複数台用意する。そうするとコントロールの方が全部行えるという形になると思います。ちょっとここらで設定している時の画面、この画面をちょっと先取りしてしまったんですけど、そこの画面をご覧ください。で、これ面白いんですけど、今そのお使いのリモコンを設定するのでかざしてくださいっていうのがあるんですよね。これちょっと面白いんでやってみましょう。なんかね、電源がないからちょっとここで押してみるね。あ、動いてる動いてる、すごい青く光ってる、反応してる。じゃあ問題なく動いてるので進んでみましょう。そうするとエアコンの名前を付けられるんか。ちょっと渦のエアコンということで、私の部屋のエアコンなのでこの名前で言ってみます。保存。何これ、何 18.4 度が今の気温ってこと。そんなのわかんので、今23って出てるのが23度にしてほしいってこと。これ押してみようか。すごくない？なんか今の気温と、あとは設定温度っていうのが出てくる。これさ、オンにするとどうなの？マジか、なんかエアコンがね、動き出したんだけど、これどういうこと？オンにしとくと、温度が誤差があると自動で起動してくれるのかな？ちょっとね、まだ理解しきれてないんですけれども、この手のやつはちょっと難しいよね。なんだろうね。これどうなってる？今どういうことなの？湿度が70より低く設定されてるんか。されてて、温度が23度設定。で、今面白いんですけど、ここですよ。これ、温度のメーターを指で調節するじゃないですか。ね？音聞こえました？ピッて。スマホで実質、エアコン操作できてます。すげえ。どういうことこれ？あの端末が、スマホの指示を受けて、それを、ここのエアコンにこうピッてやってくれてるわけか。そうだよね。赤外線で受信してるわけだから、赤外線でやり取りしてるってことね。っていうことはだよ。同じ Wi-Fi 環境下なら、別にこの部屋じゃなくて、1階にいても、エアコンつけられるってことだ。あー、なるほどね。使ってわかったよ。風冷てえな。温度下げてる。20度以下になっちゃってた。ちょっとこれ温度ね、23度ぐらいにしとこうかな。これ、いくね。ちょっとね、これ試してみようかと思って、動画撮る前にいろいろやっちゃってたんですよ。そしたら、さっきの設定画面が出てきたので、急遽と動画撮ろうと思って始めたので、ちょっといつもとテンポの違う、動画の流れになってしまったかもしれないんですが、確かに、各家電の項目ついてるんですよ。テレビとかさ、テレビとかさ、やってみたくない？
これ面白い。あの私の部屋照明と、まあ、エアコンはあるんですけど、これしかね追加デバイスないので、ちょっと1階に降りてみてエアコンとテレビがちょっと起動できるのかコントロールできるのかっていうのをちょっとやってみたいね。うん、試そう。またねちょっといろいろ追加すると妻がね怒るんですけど、ちょっとまあ試してみましょう。はい、もうメリークリスマスのねクリスマスツリーの準備ができてます。これ私一切手伝ってないのでちょっと立場ないです。はい、でそのツリーの下のところコンセント利用させていただいて、赤くなったな表示が、付け替えると設定戻されちゃうのかな。あれちょっと待ってよ、確かにねテレビ今追加できたんですけど、テレビに関しては電源を入れる切るっていうボタンしかないな、これだけなのかなできるのが。あー今一個分かりました、照明をつける消すがボタンが分かれてるリモコン使ってみたんですね。これねこれちょっと古いやつ、つけると消すが分かれてるリモコンがありまして、これそれぞれのボタンを登録してあげると、こういった形でボタンがその画面に増やせるんですね。だからもしテレビとかもいろいろいじりたい場合はそれぞれのボタンを登録するとそれをタップ操作で行えるっていうことなんだ。へえ、まぁ、あ、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいけど、まとめようと思ったら全部のボタンをまとめられるっていう利点はあるね。このスマホで全てが操作できる。で今ちょこちょこいろいろ試してみたんですが、リモコンですね、リモコンの機能、ちょっとめんどくさいんですけど、テレビのリモコンとかもこうやって電源ボタンやチャンネルボタンを一つ一つ登録すれば基本的に使いやすくなるという形になってます。だから登録がちょっとめんどくさいっていうのはあるかもしれないんですが、こういった使い方ができます。ただちょっと注意が必要かもしれないんですけども、我が家にあるテレビのリモコン電源ボタンぐらいしか結構まともに反応しなくて、チャンネルボタンや音量ボタンが反応してくれないんですよね。何か理由があると思うんですけど、まあ、この辺りが全部スムーズに稼働してくれればより使いやすいのかなって思います。でテレビや照明そういった機器は基本的に個別にボタンを登録しなきゃいけないんですけれども、楽なのがエアコンです。エアコンすごい楽です。なんでかっていうと、エアコンは最初からある程度もう登録されてるんですよ、必要なものが。あの電源オンオフだったりその温度調整のねメーターだったりが用意されてるので、エアコンは簡単です。であと面白い機能がトリガー機能、そのルール付けというのができるんですけれども、こういったものですね、所有者がこのコントロールの所有権を持ってる人が、まあ、エリア内に入る、指定してるエリア内に入るとか、あとはエリア外に出る、あと明るさが暗くなったら照明つける、温度が何度以上になったらエアコンをつけるとか、そういったようなルール付けというのをトリガーという機能で行えるので、まあ、私はあんまり温度気にしないんで大丈夫なんですけど、例えばうちの妻はすごい寒がりなので家に帰ってくる前、例えばまあどれぐらいですかね、1キロとか2キロ先ですかね、車でに近づいたらエアコンが自動でオンになるとか、そういった使い方するとすごく実用性高いんじゃないでしょうか。ちなみにエリアに入るっていうのをちょっとこうねトントンねちょっと地図見せられないんであれなんですけど、トントンやると、2キロとか3キロとかね全然範囲作れるね。だから1400メートルとか900メートルに入ったらエアコンがオンになるとか、そういう機能にしとくと、もう家に帰ったら冷房暖房がついているという、もう効いている状態で帰ってこれるっていうのが面白いですね。こういったこともできるんだ。であとポイント、これは Google の Google ホーム、Google ホームと Amazon の Amazon エコーに対応しているという形になっているようなんですが、現在のところ、我が家にあるのは Amazon エコーなので、ちょっとアレクサと連動させてもらって音声でコントロール試してみました。しっかり反応してくれます。ちょっとね映像を少しだけお見せいたします。はい、今ここに我が家のスマートスピーカーがあります。じゃあお願いしてみましょうか。アレクサ、エアコンつけて。はい、ついちゃうんだね、エアコンついちゃうんだね。アレクサ、エアコン止めて。はい。はい、じゃあ次はテレビ行ってみましょう。アレクサ、テレビつけて。はい。アレクサ、テレビ消して。はい。確かに便利だね、これね。はい、このように音声でしっかりコントロールできるので、これ楽ですよね。家で何かこうやってて、本当にテレビの CM みたいに、アレクサ、電気つけてとか、アレクサ、エアコンつけてって言ったら、声だけで、まあ、離れた場所にいても、リモコンなくても、しっかり機器がコントロールできるわけです。これすごい楽だと思います。ただ、ここでもちょっと注意点あるんですけれども、しっかり照明のコントロールが、このアプリからはできていたんですが、アレクサを通して指示を出すと、
照明がつけられなかったんですよ。このデバイスは対応してませんって出てしまって、だからこのあたりがね、ちょっと設定との兼ね合いで、なんだろう、こうスムーズにできないもどかしさっていうのがあって、もういろいろやり直したり、なんでだろうなんでだろうみたいな、だこのあたりが後付けのスマートデバイスのちょっと弱点というか難しいところかなと思いました。もう本当にホームセットで、それこそ新築でお家を買って全ての家電がスマートデバイスで連結されてれば、おそらくこういう煩わしさはないんでしょうけど、まあ、トラブルあった時は大変ですけどね。なんですけれども、後付けでこのネイチャーリモなどを付け足した時に、あれこの機器はなんで動いてくれないんだろうっていうのがピンポイントに出てくるっていう、そのちょっとね、めんどくささは実際あると思います。ただ今回のこのネイチャーリモ使ってみて思ったのが、やっぱり声で操作するのは楽っていうことと、あとは先ほどの自動化システム、家電などが自動で全て自分が設定したもの、生活スタイルに合わせて自動で起動しコントロールしてくれるっていうのは、まあ快適だなって感じました。まあ実際それほど多くの家電を登録したわけではないんですが、本当にそのお家の中がいろいろ自動でやれるっていうと、なんかちょっとね、ちょっとその新しい家じゃないんですけど、なんか最新家電を入れたね、住宅感が味わえて、やってることは赤外線なんですけどね赤外線バカにしちゃいけないね。すごいなんか近未来感を味わえるガジェットでございました。まあ一度ちょっとね、設定を終えちゃうと、この楽さは人としてダメな方向に行っちゃう気もするんですけど、はい、本日は、スマートリモ、お家にある赤外線でコントロールするリモコンを覚えさせて、様々な家電を自動化するということができる商品をご案内させていただきました。ちょっと今回の商品はね、難しい、分かりにくいところがね、結構あると思うんですよ、人によって。で、私の動画でもそんなに細かく今回話せてませんので、なんとなくこういうものが今あるんだよってことを知っていただけたら嬉しいかなと思います。私自身もちょっといろいろこの後試してみたりして、気づくこと、感想などが追加でありましたら、また動画のネタにさせていただきたいと思います。待てよ、どれぐらいこれ私家に置いとくんだ、ずっと置いといていいんかな。今回の動画面白かった、ちょっとはためになったっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価の方もお願いいたします。普段からこういったガジェットの紹介をよくやってるチャンネルになりますので、なかなか自分でちょっと買わないけど興味あるよっていうこと、できるだけお話していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。でも今はこういったものを置いて、あ、すごいすごい言ってる時代ですが、これが5年後とか、まあもっと先10年後になったら、もうほんとこういうのが普通の家になっちゃうかもしれないよね。家に帰ってきたら照明が普通について、まあ、ご飯の支度も自動でされて料理ロボットとかね。で、寝るときにはリラックスできる効果のカプセルベッドみたいなのがあって、すごい空気清浄機能があって、なんかこう体のリラックスをしてくれて、朝起きたらもうスッキリみたいな。そういったお家が普通になるのかな？いやいや、普通にはならないな。